今回は、デュナメス VS スローネツバイトカイユ。声優の熱演も相まってキレキレな名勝負に対する反応集をご紹介します。好きなシーン春。このシーンはウィキシンも藤原刑事も熱演すぎる。熱演のあまり二人の収録現場に他の人入れなかったって話好き。フラッグファイター邪魔。このシーンのダリルがいいんだ。これダリル診断だ。交戦機会も多くて散々新さん舐めさせてきたユニオンに肝心なところで足元救われるのは縁座だなって。これがまさに非道を得って恨みを買ったサーシェスと紛争根絶のための戦いってやってきたロックオンたちも、ダリルに恨まれて同じ穴の無地なその通りってことですからね。すんごいでっかい流れの単位でいけばソレスタルなんちゃらが世界を救ってるけど、それに至る戦闘単位で考えたら一緒一緒。子供洗脳して民間人狼的にするのと戦場で軍人殺すの一緒かなってずっと思ってる。初期刹那なんて進行対象がガンダムに移っただけだし、狼的にしてないったって軍事行動してたら民間人だって相当巻き込んでるよそれび。受けると言ったトガが一番打ちたい仇と戦ってる時に回ってきたんですね。しかも結局仇撃ててねえっていう。戦争って嫌ですね。一応この後で広島下半身消し飛んだからな。再生治療で復活するんだけど。2期終わって諸悪の根源潰すまでは世間的にはただのテロリストだからな。2期以降もそうだよ。あんなプロパガンダ映画やってたのに。どっちかっていうとあれはソレスタルビーイングとアローズの争いであって、連邦は被害者ですよって方向のプロパガンダだからな。ダリルが狼的にスローネを選ばなかったくらいには被害者からしたら、スローネ組のしたこともソレビの仕業でしかない。ルイスのこともそう。言うてスローネはこの時点だと優遇ですし。初めて見た時はソレスタルビーイング組への感情移入とスローネ3期とアレハンのせいで完全にごまかされたけど、1期は最後の最後まで倒されるべき悪役なんだよな。崇高な目的掲げようが結局ソレビもテロ起こして人殺してるのは嘘じゃないからな。それはそれとして戦争したって戦争してるやつと一緒にするなって思うのも正しい。ここはどっちも間違ったことは言ってない。わめいてろ、同じ穴の無地なが。ある程度の避難勧告はするけど普通に非戦闘員とかいる場所攻撃してるしな。そもそも戦闘員だからと殺されて納得できるわけでもないし。この後を辛いのがまたいいんだ。ミキシンのこういう演技かなり珍しいよね。ミキシンは入れ込みすぎてグラハムにマジギレした。作中そんなに関わりなくね。オープニングでなんか相対してたくらいじゃね。ビームサーベル使わされて、露覚されかけて、最後は部下に敵との一騎打ち邪魔された。ジュナメスでツバイに近接戦で押してるのは怒りでバフ入りすぎてる。兄さん強すぎねえか。普通人間なのになんかおかしいのがディランディ兄弟だからな。見えねえの本当に見えねえって感じ。好き。戦いを生み出すゴンゲダのところのコクピットの動き好き。ダブルオーはやたらコクピット描写が気合入ってる。演出もキレッキレすぎる。正直一期の最後あたりは滅びの美学がすごい。二期のヒロイック路線も嫌いではないけど、一期の諸業務上感のある感じのが好き。一期ソレビのメンバー結構死んでるよね。ダブルオー一期は敗北エンドだったから、C パートのエクシアかっこ推定の GN 有志の奇跡でめちゃくちゃ盛り上がった記憶。最後もらったとはエピストルでよくファング落とせるな。ダガーでファング落とす同僚もいるから。サーベル2本目抜くためにスナイパーを浮かせてたのをまた掴んで追いかけるところがなんか大好き。一番のまとめ役の兄ちゃんが一番感情殺しきれてないのいいよね。弟の方は皮肉屋に見えてかなりガキっぽい。が兄と違って成長できる男でもあった。憎しみを捨てきれなくて実はマエスター向きじゃなかったニールと、憎しみを超えてマエスターになったライルとの兄弟での対比、どっちも人間味ありまくっていいよね。
片目を閉じたままだったニールと最後の最後で片目を開けたライル。ライル側は目が傷ついたとかではなく血で見えなくなってたけどいい対比だった。兄だからニール、ディランディ、今日はこれだけでも覚えて帰ってくださいね。あれはれ覚醒大使伝説なバーサスグラハムからのソレビ壊滅ってダブル王一揆の終盤の盛り上がりはすごかった。未だに脳を焼かれてる。一揆終盤のドンパチの熱量はすげえ。空っぽになったコックピットとハロが、ロックオン、ロックオンって、悲痛に呼び続けるやつ本当にきついものがあった。サーシェス相手に期待は狙撃機で本人は固めなのに近接戦闘でいい勝負視点のバケモンすぎだろロックオン。固め見えないことが相手にバレた時の絶望感よ。即温存してた切り札のファング切ってくるのが強い。何機かを取りにしてから見えてない右側から殺しに行くように動き変えてるのマジで怖い。被弾するデュナメス、反転してヘルメットのスクリーンに映る演出もいいけど、そこでサーシェスの右目側に煙がかぶって右目が見えてねえじゃねえか、のセリフに繋がる流れも美しい。デュナメスサーガの写真をウキウキで SNS に上げてたあたり、ミキシンのダブル王への思い入れはだいぶ深い。当時のエンタビューとか見る限り入れ込み方は半端じゃなかったからな。結構ストレス溜まる展開が続いてたから、ダブル王の一期も二期も最後の方の展開はかなりのカタルシス感じられたわ。ただ、サーシェスはどうせ生き残るだろうなぁと思ってた通りになったのでそこはちょっと、あれだけ好き放題やったやつまだ使うんだってもやっと感はあった。個人的には引っ張るだけの魅力を感じられなかったわ。むしろ、ロックオンは死んだのにサーシェスは生き残った苛立ちとそれを晴らす意味でも生存してくれてよかった。当時見てた時は余計なチャチャ入れんなやダリルーって思ったけど、今見返すとまさに直前にニールが言ったトガを受けてんだよな。うまい描写だわ。右目が見えていれば、ダリルが特攻してこなければ、サーベル抜いたジュナメスからしか得られない栄養素がある。なんでここまでインファイト頑張ってたのに後継機はビームサーベル没収しちゃったんでしょ。実はピストル2の設計カッコアイディアは一期1はより前なんだ。ダブル OP だったと思うがロックオンとヤンがサーベルなしでいいのに。ないと危ねえだろ。そうだ、ピストルにつけるのどうよって会話がある。武力介入後にも初の実戦データからいろいろ変わることもあるだろう。後継か改良にはサーベルつけないでくれよ。まあ俺にサーベル使わせるやつがいたら大したもんだ。はいはい、バカなこと言ってんな。でいろいろはしょったけどこんな感じで終わり。にわかだなんだ言われても戦闘シーンなら2期も含めて一番好きだわ。ダブル王の戦闘シーンはかなり力入ってるよね。無双感があんまないのがええわ。当時は、わーいかっこいいくらいの気持ちで見てたけど、こう、年取ってお話を噛み砕くようになってから見るとだいぶ効く。23話は見るたびに泣いてる。この動画は、青木清浄なる世界を作る組織、ブルーコスモスと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。